しい世界に入る。怖いな。あ、でももうなんか。新茶ドーンでーす。アワジでーす。神奈川に来てまーす。ほんでこの江ノ島岩屋に行きたいな。弁天丸っていう船で行ったら15分やって、エスカレーター乗るコースもあって、歩いて行ったら3、40分で入れてんけど、時間よ分からんまま乗りました。今からが不安です。あ、でももうなんか、現地っぽい。あ、絶対そう。違う？あ、まだ上がるってこと？よろしくお願いします。で、さっきの私らが上がろうと思ってたとこに着いたんや。ここかな、多分。そうやな、あそこから上がってた。なあ。むしろそんなちょっとしか上がってないな、今。みんなこっち行くけど、でもエレベーターもっと上がるのどっちや。私らもう一個上がるの。迷子や。どこで迷子。さっきの道を教えてくれたおばちゃんもう一回出てきてほしい。よろしく頼むぞ。ここで降りたもんね。降りたよな。でも登りせんよ。うん。え、嘘。めっちゃ金払った。下ってるから。カンカン階段で上がれるレベルをさ何百円も払ったとかなりたないで。結びの木ちょっと怖いや。すごい願い事書いてそうやな。っていう名前はエスカレーターのこと？あ、でも一回下がってんねこれ。確かに。下りの階段。なんてこと？あのくらい行く時間はあるのか私たち。なさげ。あったあった。はあ、第二のエスカー乗り場。なんだこれ、これに乗り継ぎね。あ、なるほどね。君たちにちでなってんの？私のカバン。そう、私今いろんなとこで買いまくって3つぐらいチリンチリンついてんねん。何、お守り？お守り。あかんのちゃん、なんかいろいろ混ぜたらって思うやん、うん、だから心配。じゃあエスカー乗り場第2、楽しい。お願いします。もう一個登れる？あれがラストかな。欲張り美人守りやって。あかん、これ以上お土産買ったらあかんねん、ほんまに。もうカバンがジャリンジャリン言うてしゃあない。乗れると思うで。私ら3までお願いします。イエーイ。最後やろ。頂上出口って書いてる。これは全部階段で連続で行ったらしんどい。確かに文句知れない。岩屋、下に上がっ、下に上に上がっ、どういうこと？こっち方面向かってたら下降りれるとこが出てくるってことや。こっちですか、こっち。うん、そう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 。今の説明こう言ってさ、こう確かに。ジェラート屋さん出てきた。いや、バナナジェラートやろ、美味しそうな。いい感じのカフェ出てきたね。帰りここ通らへんから。通らへん。確かに帰り船で帰りたいな。船でだってさ、もう橋半分ぐらいまで行けるってことやんな。そうやな。これ下がるってことや。うん、これを下ります。お岩屋通り。オッケー、そういうことね。岩屋に向かってます。珍しい世界の貝類店。へえー、無料で入れるらしい。あ、コンセプトずれたな途中から。アイドルに江ノ島ビール。このカフェか、かわいいカフェ、島カフェ。やばい、急に民宿出てきた。怖いよな。バイク年代すっごいな。やってないの？確かにこれでやってますなったら幽霊出てくるやろ。うわー、すっごい。せやな、歩いてよかったな。え、すごい、こんなんテレビでしか見たことない。綺麗か、洋服とかだって。そうやんな、今も十分綺麗や。怖っ、怖っ。ほんで民宿も怖っ。すごい、一回階段で降りてもう一回上がるっていう。
あの手順は間違ってなかった。そうやな。ここで、ここを言ってた。暑くなってきた。そう。うん、まへそ出しました。へそ出す。へそ出した、涼しなる。冷える。やばい、階段上がるのが多い。あんなにエスカレート代払ったのに。でもあれ買ってなかったらこれの3倍ぐらい。確かに。奥継ぐ。しらすだけ。手相。手相。大丈夫？手相。見なくて。いった。何が何件か分からん。なんかあんねん。運命か結婚とか。でもなんか結婚戦なんか私なかった気するもん。やば。うわ、甘みどころが美味しそうやな、ここ。絵で描いてるから。隠れてる。うま。なあ。ちょっとなんでそんななんかオタク。そこまで走ったらあかんねん。なあ。お邪魔します。あ、いいよ。ほんまや。また下がるの。下がったり上がったりやばいな。待って、めっちゃ急やん。下がり具合が。いける？うん、いける。ようこそ江ノ島岩屋洞窟へやって、もうや。なあ、急にめっちゃ下る。逆にな、江ノ島パンケーキ学生割引1000円。200円も違う。めっちゃでも美味しそうやな。オレンジソースのやつがすっごい美味しそう。おぬしチョコ。なるほど。おしゃれ。こんな海綺麗なとこ見ながらな。あれちゃん、私らが乗りたい船。弁天丸、あれ何、自由席あれ。ワンちゃん自由席やな。すごい、すごい、すごい。滑ったら終わるやつ。滑ったら終わるし、行きたい、あっこ。イエーイ。継承50銭、江ノ島がこちら。え、行けるってやろ。ここだけやな。ほんまや。行けへん。やばいやばい。江ノ島弁天丸本日欠航。やばい、帰りあれ登んのえぐいわ。やっぱ高みの見物やったのね。おお、岩屋橋。これだったら、あ、結構いけん。おうおう。ちょっと結構が高すぎて、ちょっとどうしよう。だって、なあ。この他のなかったよ。でも、じゃあ帰り寄れる。帰り寄れるよ。じゃあ、岩屋橋通って岩屋行っちゃう？レッツゴー。すごい、みんなろうそく持って歩いてる。え、めっちゃおもろいねんけど。なかなか一層通らないのですから、道。ご鑑賞の皆様、本日も最後まで見てくださり誠に誠にありがとうございます。チャンネル登録をしていただけると大変励みになります。よろしくお願いします。では皆様、ごきげんよう。